長州閣長州閣は、神奈川県横浜市中区の三景園内にある建築物である。二層の老閣風の軽妙な衣装によって、三景園では林春閣と並んで著名な建造物である。国の重要文化財。その創建は、元那九年、江戸幕府三大将軍、徳川家光が上落するに際し、佐久間実る価値に命じて二条城内に建造させたもので、当時は、 三笠角と呼ばれていた。その後家光によって乳母であった春日局に歌手され、春日局の孫にあたる老中、稲葉正則の,の江戸屋敷に移築されて、明治維新を迎えた。明治14年に、東京府下目区若松町の二条、元広公爵邸に移され、さらに大正11年に、実業家で茶人の原と三太郎に送られ、現在地に建てられた。その際に、名称も、 聴衆格と改められた。一層は、茶席と次の間からなるが、茶席の方は不整形な平面を持ち、大小取り混ぜの畳八畳に床の間、棚、不書院緩やかな曲線を持つ、階段室を設ける。入り口は三畳分の床を一段下げて、L 字状にし、土間には珍しい木製タイルを敷き詰める。これは、 船着き場を連想させるものであり、当初は池に面して建てられていたと考えられている。二層は二畳ほどの小さな座敷で特に実用性はなく、外観を整える要素として織り込まれたものと思われる。二畳城に建てられた当時は一層部分は茶席としてではなく、単なる建物であったと考えられ、 稲葉邸に移されてから、茶席に使用できるよう内部に改造があったと思われるが、庁舎な衣装には見るべき点が非常に多い。郵便番号231-0824神奈川県、横浜市中区本木山の谷58-1。ありがとうございます。